さあ、というわけで。いきなり。というわけで。というわけで。というわけで、はい、フルーツオブザブームと MB コラボ。はい。去年もやったんですよ。らしいですね。うん、急になんか始まってて何のことやらなんですけど。めっちゃいきなり始まったから今びっくりして、今めっちゃ会話してたよ。会話してていきなりめっちゃ始まった。さあ、とかって始めたからびっくりしちゃった。そう、岸あすかさんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。そう、このね、スペシャルな、はい、うん、もうレジェンドグラビアアイドルの岸あすかに来てもらって悪いよ悪いよそれは何をするかというと、はい、ご覧の通りなんですけど、はい、去年僕フルーツオブザルームさんとコラボでこのルームウェア作らさせていただいたんですけど、レディースが欲しいという声がたくさん上がりまして、はい、うん、レディースで誰かすごくいいものを作れる人、うん、はい、もう本当にこうルームウェア着て映える人、はい、誰だっていう話になって、うんうん、もう本当に10人ぐらいで会議して、もう全員、はい、岸あすか、全員岸あすか、嘘だよね絶対嘘だよね、絶対嘘でしょ笑ってるよ、ほとんどほとんどね、ほとんどね、まあいいよ、一人でもいてくれたら嬉しいよというわけで今回、うん、メンズは僕、はい、でレディースの方は岸あすかさんに担当いただいて、うん、デザインを担当いただいて、はい、今回メンズレディースどちらも同じ色、はい、同じ生地でパイル素材でですね、うん、ルームウェアを作らさせていただきました。はい、やった、嬉しい、めっちゃ嬉しい。気になるお値段なんですけど、はい、まあ、発売日の方はですね、はい、もう近々間近です、はい、こんなぼかしってのは、うん、実はこの動画の撮影時にまだ発売日が決まってない、おー、なるほど、ので概要欄の方を見ていただければと思うんですけど、うん、もう間近です、もうすぐすぐね、すぐよ、すぐ、ね、だからもうこれ見たらもう概要欄見なきゃ、うん、確かにクリックしなきゃ、クリックしないといけない、そう、クリックしなきゃいけない、 OK、 イエスイエスイエス若干ついていけてないみたいなついていけない、さっきからさっきめっちゃのんびり喋ってたからギアがまだ上がってない、ギアがね俺急に行くタイプだからね、そう、切り替えバーンって行くやつだからね、そう、たまにそれで事故るからねそれで、まあ、値段なんですけど、うん、僕のメンズの方はですね、はい、デザイン去年と変わらずです、はい、定価で4400円税込みになります、うん、で MLXL 僕が着てる、はい、こちらの写真で僕が着てるのが L サイズになっております。で今回ブラックだけではなくて、はい、このサンドベージュのカラーリングも、サンドベージュ、そうです、2色展開になっていますので、うん、ブラック去年すごい評判良かったのよ、すっごい売れたんでしょ、そう、すっごい売れた、聞いたよ、てか、うん、全然売れないと思って、うんうん、いやもう多分売れないんで、うん、数少なめにしましょうとかって言ってたら、信じられない勢いで M と L がなくなって、すごかったんですよ。で、来た、買った人から、うん、もう1枚2枚ぐらい予備が欲しいって言われるぐらい、はい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 、でもね、わかる、これ超良くない、私あのその、ま、メンズしかなかったから、うん、メンズのサンプルもらって、こういう素材で作るからデザイン考えてくださいみたいな感じでもらったんですよ、うん、でもそれ着て寝たら癖になっちゃって、でしょ、これ本当に冗談抜きで、あ、これは買い欲しくなるわと思った、うん、嬉しい、これ、なんか結構私その素材感がこう、うん、こういう長袖とか結構本当は苦手なんですけど、うんうん、あ、そうなん、そう、でもなんか気持ちいいから、うん、あ、これ丈感ある方がいいわと思って、そう、あ、それで今回じゃあレディースもカーディガンを作って、そう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 、こう気持ちいいから、なんかこうなんていうのかな、機能感はあるんだけど、うん、なんか毛羽立ちは別にそこまで感じなくて、ないない、うん、柔らかい、本当になんかシルキータッチな感じなんで、うんうんうん、ルームウェアにぴったりなんだけど、うん、見た目の印象もそんなに悪くないから、そうですね、全然このままコンビニ行けるし、うん、行ける行ける、なんだったら俺駅前の焼き鳥屋さんぐらいだったら全然行ける、確かに、でしょ、余裕余裕、行ける、ね、行ける行ける、そうなんですよ、なんかこの素材感だったらいけるね。でしかも買ってくれた人結構いたんだけど、うん、T シャツ単体で使うとか、はいはい、うん、短パン単体で白シャツ合わせるとか、うんうん、カジュアルで使ってくれた人もいてて、なるほどね、そうそうそう、シェフとしても使えるってことね、いけるんですよ、めちゃくちゃいいじゃないですか、さすがですね、受け答えがやっぱり上手ですねテレビ慣れしてるからさすがだな、こんなレジェンド芸能人と一緒に本当に悪いから本当に悪いからという感じでですね、はい、メンズの方はそんな風に出来上がったんですけど、うん、はい、レディースの方はこれ3点セットなわけね、はい、そうなんですよ、3点セットで、これ見えるかな、このタンクトップと、うん、写真こんな感じですね、あ、そうか、こんな感じ、僕の顔消してもらって構わないんですけど、はい、消してください、こんな感じね、そう、こんな感じでタンクトップと、まあ、ショートパンツとこのカンディガンの3点セットっていう感じで、すごいかっこいいけど、これ、うん、こだわりポイントはどんなこと考えてこれにしたの、うん、なんかもうとにかく、うん、なんかよくあるふわふわのちょっともうあざとすぎるふわふわぶりっ子みたいなやつあるじゃないですか、あれはあれで、まあ、あれはあれで、まあ、可愛いっちゃ可愛い、あれはあれで好きなんですよ、うんうんうん、あれはあれでいいんですけど、うん、でもちょっと気合い入れすぎじゃないみたいな、確かにね、そうってなるじゃないですか、 あざとさあるよね、あざとすぎるみたいな、うんうん、あざとすぎてちょっと嫌だなみたいな感じる人もいるから、うん、なんかちょっと
とスポーティーなんだけど、でも間違いなくあざといルームウェアができたなと思ってて、確かにそうだからなんかこれもなんか素材感がまあやっぱ柔らかいというか、こういう素材だからこういうタンクトップで、しかもこれパッド付きなんですよ。あ、そうだったっけ。これ本当にパッド入ってるんですね。意外とパッド付きのこういう素材のパジャマって本当になくて、ないかもって俺知らないかも。知ってんの、知ってんの。でも一応ね、ちょっとは知ってる。なるほどね、ちょっとは知ってる、なるほどね。でもないよね、確かにね。本当にないんですよ、うん、私結構いろんなやつ買い漁ったんですけど本当になくて、でなんかそのなんだろう、パッドでもそのまま何もつけずに着れるし、うん、でプラスこのなんかショートパンツの丈もこうウエストまであるんですけど、うんうんうん、一番スタイルがよく見える丈幅で作ってもらいました。だってその辺はもうプロ中のプロでしょ。どうスタイルよく見せるかっていうのは、とにかくスタイルよく見せたい、見せる、細く見せたい、なるほどっていうことばっかり考えて。確かにあのさっき試着してもらって、うん、モデル撮影してたけど、はいはい、うん、異常にウエスト細く見えるよね。あ、本当？異常に細く見える。そう、一番なんかこうウエストがキュッと見えて、でなんかパンツもまっすぐじゃなくてちょっと末広がりで、一番太ももが細く見える丈感。なるほど。結構これも絶妙に長かったり短すぎたりみたいなのが結構多くて、すごい、そうちょっとなんか不格好になったりするんですけど、この長さだったら一番細くスタイルよく見えるなっていう、でちょっと狙いすぎてない感じっていうんですか、うん、そうね、そうね、そう自然な感じがあるよね。そうそう、でしかもこのカーディガンもちょっとここがドルマンっぽくなってるんですけど、うんうんうん、まあゆったり着れるというか、これもちょっとまあ狙ってるんですけど、狙ってるんですけどね、ちょっと萌え袖っぽくて。あ、確かにね。でなんかこう後ろ姿がとにかく可愛いんですよ。可愛いと思った、ね、後ろ姿。ちょっと後ろちょっと抜け感があるっていうかね。そうそうそう、なんか後ろがなんかちょっとたゆたゆになってて、うん、ちょうどお尻が絶妙に隠れる長さになってて、たゆたゆになってね。そうなんです、うん、だから擬音、ね、は正しくねえなと思ったけど、まあ大丈夫大丈夫、たゆたゆになって、あってなって大丈夫大丈夫。そうだからなんかそれでちょっとなんかこう可愛い、可愛らしいというか、シルエット自体はすごい可愛いシルエットになってて、うん、すごいおすすめです。いいですね。そうなんですよ。しかもインナーのそのストラップの細さが僕すごい好きで、うん、あ、本当？ちょうどいいと思う。そうなんですよ、うん、これ細すぎても頼りない。そうそうそう、ちょっとなんか露出しすぎかなとか。そう、太すぎると今度は今度でさ、なんかモサイっていうかさ、そんな感じしますけど、可愛くないみたいになっちゃうじゃないですか。 だからそのこの丈幅も、まあ、下着も極論つけることも別にできるし、うん、なんかやっぱだいたいナイトブラ絶対つけたいとかっていう人もいると思うけど、別に最悪それつけてもギリ隠れる丈幅。なるほど。になってるから、でも全然このまんまで寝れるというか、パッド付きなんで。でもさ、この3点セットでさ、うん、もう一回見るけど、うん、税込みで7480円でしょ。そうなんです。ぼちぼち安いよね。そうですよね、安いと思う。そうなんですよ、この生地感で3点ついて7480円は割と、はいはい、うん、割といいと思います。このやっぱ大きいカーディガンついてると、やっぱり値段が1万円超えてくるじゃないですか、だいたいルームウェアとかって。これって女の子ってどこまで行くの？これでその、うん、なんだろう、コンビニぐらいは行く？あ、ルームウェアですか、うん、あ、でも私は全然コンビニ余裕で行っちゃいますけど。あ、なるほどね。人によると思うけど、ね、まあ、確かにそうだね。そう、私は全然スーパーとか行っちゃいますね。一応僕このアイテムのコンセプトが、うんうん、ほらよくワンマイルウェアっていうじゃない。はい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 、ワンマイルって3キロぐらいかな、うんうんうん、3キロもないか、あ、3キロぐらいか、どれぐらい、3キロぐらいかな分かってる、額のなさがどれぐらい、はてなはてな。10マイルウェアって言ってんのよこれ、はいはいはい、だから正直どこまででも行けますよみたいな、うん、なるほどね、そうそうそう、はいはいはい、コンセプトでやらさせてもらってるんだけど、うんうん、まあ、レディースもじゃあそこそこはいけるってことね、うん、コンビニぐらいだったらいけるってこと、うん、コンビニぐらいなら全然いけると思う。なるほど、うん、ベージュとブラックどちらもあるんだけど、はい、まあ、どっちもすごくおすすめだと思うんだけど、うんうんうん、キシアスカ的にお気に入りはどっちなんですか、うん、うわ、めっちゃ悩むけど、うん、これサンドベージュですか、ね、あ、やっぱベージュなんだ。やっぱね、すごい着た感じ女の子らしくて可愛いというか、確かになんか黒の方がちょっとクールなイメージだよね。そうなんです、そうなんです、うんうんうん、でも黒は黒ですごいスポーティーでかっこいいんだけど、 ね、でもこのベージュはベージュで、うん、これちょっとスポーティーっぽい形なのに、うん、なんかこのベージュでこのちょっとなんていうんですか、パイルのね、ちょっと肝感があるような、そうそう、素材っていうのが、うん、なんか肝かなっていう、すごい可愛いんですよね。いいですね、うん、なるほど、おすすめです。ありがとうございます。すで、うん、にもう10分もね、喋ってますけどもめっちゃ喋ってた。そう、ここでそのパイルの素材を使った MB、うん、はい、MB フルーツオブザルームのコラボと、うん、はい、岸安香フルーツオブザルームのコラボ、うん、今回生地と色を共通にして、うん、まあ、トリプルコラボっていうか同時に走るみたいな感じでやらさせてもらってるんですけど、実はですね、僕の方はもう一個あるんですよ。何、そう、もう一個あって、そう、パン
ツがですね。そう、あ、で、思ってた。そう。なんでここにずっとパンツがあるんだって思ってたでしょ。なんでパンツ置いてるんだろう。別に俺が今ここで嫌がらせでここに履いてたやつを置いてるわけじゃなくて。そう、思ってないけど。そう、パンツ、うん。3枚パックのですね、ボクサーブリーフ。これオリジナルで、あの、フルーツ・オブ・ザ・ルームさんとコラボでやらさせていただいて、はい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 、これがね、3枚パックで税込み3960円。おー、そこそこ安いと思います。安いですね、うん、だってユニクロのメンズのボクサーってだいたい900円ぐらいなんですよ、うん、確かに。でこれまあ1枚単価にすると1200円ぐらいなんで、まあ、言うてそこまで変わらないと、うん、えっていうかめっちゃ可愛い。可愛いよね。可愛い。そう、可愛いし、まあ、ちょっとねロゴ見せたりしてもいいんですけど、うんうんうん、何より生地がですね、これフルーツオブザルームさんすでにこう普通に出してるやつなんだけど、うん、はい、生地全然変えてます。あ、そうなんですか。全然変えてます。あの、触っていいですか。触っていいです。めっちゃ気持ちいい。気持ちいいでしょ。めっちゃ気持ちいい。ちょっとこう光沢感があって、うん、あの通常のラインだとこれ何使ってるんだっけな、うん、あ、40番手の端子っていうのを使ってるんですけど、うん、ちょっと説明あれだけど、うんうん、難しい、うん、80番の総子っていう、まあ、倍ぐらいの細さの糸を使って、うん、光沢感と滑らかな風合いを出してるんですよ。そうだから、それで耐久性もこれライクラっていう特殊な糸を使ってるんだけど、うんうん、伸縮性と耐久性もすごく高くなってるんで、うん、はい、もうずっと長く使えて着心地も良くて肌当たりも良くて毛羽立ちも少ないっていうところで作って、うん、あともう一個ですね、うん、ごめんなさいね、よくそんなつらつら喋れますね、うん、まあ僕一応専門家だからね一応専門家だからねそう思ってないかもしれないけど、いや思ってるでね、うん、股間のごめんなさいね、股間の部分だけ2枚重ねにしてあるんですよ。はいはいはい。そうするとあれですよ、うん、まあ、尿とかいろんな汁とかがつくこともあるんで、その汁防止にちょっと2枚重ねにちょっとモザイクかけてください。してるので、そう、あのフルーツオブザルームさんと僕なんかパンツ作りたいなと思って、うん、僕フルーツオブザルームのパンツ作ったんですか。フルーツオブザルームではないです。フルーツオブザルームのパンツ履いてたんですけど、はいはい、ちょっとこう素材感もちょっとなんとかしたいっていうのと、うん、あとその股間の部分がもう少し厚いと、うんうん、なんかこう。安心感、安心感、そう、いいね、いいね、安心感があるなと思って今回作らさせていただいたので、はい、結構自信作です。え、でも素材感すっごいいい、いいでしょう、いいでしょう、いい、そう、うん、でなんかパンツに、うん、これがさ、うん、MB かけるフルーツオブザルームって入ってたらなんか嫌じゃん、おめえの名前入れんのかよって話になるんでちょっと面白い。でしょ、だから今回何にも入れてないです、うん、なるほど。そう、ルームウェアに関しても、うん、実は全然 MB かけるって入れてなくて、ロゴだけちょっとあの、うん、普通のロゴじゃなくて変えたんですけど、うんうんうん、そのぐらいで全然その MB コラボっていうのも入ってないんで、うん、脱いだ時にもいざという時女の子に見られても、うん、はいはい、うわあいつ YouTube の MB チャンネルのパンツ履いてるみたいなめっちゃ性格悪くないですか。そんな風には思わないですよ。思わないですか。思わないよ。思わない思わないっていう、まあ、意地悪な女の子と一晩明かす時でも大丈夫という、合計3アイテムですかね、だから、うんうん、岸明日香さんコラボと、はい、僕コラボのそれぞれのルームウェア、ルームウェア、そして、フリーズオブザルームと僕のコラボのアンダーウェアの3枚パック、うん、こちらを、概要欄の方にですね、うん、発売日が書いてありますので、ぜひそちらチェックしていただいて、はい、ついでに概要欄のところにリンクも貼ってあると思いますので、こちらからぜひチェックいただければというふうに思います、はいはい、という感じで、はい、売れるといいですね。売れてほしい。よろしくお願いします。本当に自信作だから、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、岸明日香さん今日ゲストに来ていただいて、うん、フルーツオブザルームのコラボの解説をしていただきました、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。また。